水野さん、はい、失言で死にたくなることってありますか？失言ってあの思ってもないこと言っちゃったとか、変なこと言っちゃったっていう。ああ、たまにありますね。本当ですか？なんかこう思いつきで言ったことで、うん、なんか女の子を傷つけちゃったみたいなやつとかあって、うんうん、あれ季節してちょっとプレイボーイみたいなエピソードで言いましたけどあの、ね、全然そんな全然そんなことじゃないです。全然そんなことない。ちょっとあのガサツなこと言っちゃったっ、ね、そう思って、ま、あの思ったことを適当に言っちゃって、はいはい、それですごいなんか裏で泣いてたよみたいな、はいはい、あ、それはね、よくないです、ね、ごめんっていう。あの僕そういう系統ではなくて、はいはい、恥ずかしい系の失言で、はいはい、最近死にたくなった。あ、なんかわかりますよ。あの、うん、サモーサイモンシーンを読んで理解したのにもかかわらず自分の自力でサイモンシーンみたいな理解にたどり着いたってやつですか前回の最後ですね、それね、はいはい、量子コンピューター界の1回目ね、はい、あのそれもちょっと死にたくなったんですけどでそれはあの言うたらこうカメラの前だからさ、うん、こうちょっとそれで笑いにつながったからよかったなみたいなところで、うんうん、そっちはまだマシなんですよ、はいはい、あのね、カメラ回ってないとこで、うん、編集スタッフはいはい、はい、と喋ってるところであの量子コンピューターについてですね、めちゃくちゃ偉そうに賢そうなことをペラペラ喋ったんですよ。堀本さんが、僕が、うん、あのカメラ回ってないから、うん、であの大学生かなんかなんで、うん、飯おごりながらこう、いやでもこうだよねみたいな、うんうんうん、こう賢そうに喋ったんですけど、うん、全部間違ってたんですよ死にたい。これさ、ギャップでダメージでかくてさ、うん、なんか賢そうに喋ってなければさ、うん、間違っててもそんなにダメージないんだけどさ、なんかどうやらこういう感じらしいんだよね、なんか難しいんだけどさ、そうそうそう、とかね、とかだったらそう死にたくならないわけですよ、はい、で僕のその時の喋り再現しますね、はい、量子コンピューターってさ、本質的には計算量の改善がすごいわけじゃん、うん、だから初夜のアルゴリズムとかってオーダー1なわけでしょ。それすごいよね。これです。なんか理解してそうな感じですけど、してそうでしょ。どうなんですかね、レオさんは粉パンものっていう感じなんですかね、これはもう。ちょっとそうですね、これはもう腹に据えかねるというそうなんですよ、そうなんですよ、これね、めちゃめちゃ間違えてることを堂々と喋っていて、はいはい、後からそのことを知って今回勉強して、うん、死にたいって見てますか、編集スタッフのね、まるまるくん、本当すいません、はい、あいつ本当すいません、あいつって言っちゃった反省してないじゃないですか今回のシリーズ、はい、前回に引き続き量子コンピューター、うん、エアプ撃墜講座ですね、はい、量子コンピューターホットトピックなんで毎日のようにすごそうなニュースが流れてくるんですが、これは誤解にまみれているので、うん、それを雑に聞きかじってエアプすると大変なことになりますよ、はい、っていうかエアプしてるやつを撃ち落としましょうと、うん、いう趣旨の企画でございます、はい、一応説明しておくと堀本さんも自戒を込めて今回やってるということです、ね、そうそう、僕もずっとエアプしてたから10年間、はい、それをね、こう正していきたい、ね、生産しましょう。で今回も引き続き、僕が人を撃墜している間に間違ったことを喋ってたらシャレにならないので、監修としてレオさんをお呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で前回までの復習を簡単にしておきますと、キーワード何でしたっけ。やべえ、またカタカナだ。でも超越性ですよね。そう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 、はい、量子スプレマシー。スプレマシー覚えられん。量子スプレマシーはまだ結論が出ていないっていうのがキーワードでして、うん、量子コンピューターは本来のコンピューター、従来のコンピューター、古典コンピューターに比べて本当に優れてるんですか？それについてはちょっとまだ何とも言えないなっていうことを紹介しました。うん、なんかすごい意外ですね。なんか俺もそれ確かめた後にみんなが開発とか研究し始めるもんだと思ってたから、まあ、当然期待はあるんですよ。うん、多分早くなりそうだなみたいなとかはあるんですけど、まあ、はっきりとはねちょっと言いづらいかなみたいな状態ですね。量子スプレマシーが証明されてないとなると、うん、じゃあ何というのが正しいのかと、うん、量子コンピューターは古典コンピューターに比べて早いですとか言っちゃうとまずい、はい、のでこういう絵っていうことを前回言ったんですけど覚えてます？こういう絵、こういう絵っていう、あれ歯切れ悪いやつなの。ああ、量子コンピューターは、うん、ある状況ある場面においては、うん、古典コンピューターよりも問題計算が早い、うんうん、かもしれないと思われるみたいな感じですよね。大体合ってます、はい、そう3要素あって、量子コンピューターは古典コンピューターに比べてある種の問題においては早そうであると思われているこれキーワードなんで覚えておいてください。早そうと思われているって何ある種の問題においては早そうであると思われているですね。目の前にもコップありますけど、うん、この飲み物が美味しそうと思われたりしてることあります？だって、あるんじゃない？あるんじゃない？美味しそうであると思われている。あ、ないね。ないでしょ。ないね。どっちかでええやろっていう。うん、そうそうそう。今回はちゃんと3パターン、うん、3つの補助がちゃんと補助保険がちゃんと生きてくるんで、うんうん、意味のあるものなんで、この回最後まで聞いてもらえれば意味わかりますんで。確かに。最後までお付き合いください。ある種の回においては楽しみそうにも思われますね。それはね。腹立つな。楽しみって言えや。前回さ、はい、
言ったんですよ、量子コンピューターの本質、うん、何がすごいのの本質は早いですは微妙ですと、はい、合ってませんと、うん、もっとバシッとはまる一言がありますと、うん、いうことを言ったんですけど、うん、これ答え言いますね、はい、計算量のオーダーの改善です。計算量のオーダーの改善、はい、はいはいはい、オーダーって桁のことでしたっけ。あ、そう、オーダー覚えてます？はい、これ過去に何度か出てきてるんですけど、はい、相当の時に出てきましたよね。そう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 、え、桁っていう理解で大丈夫なんでしょ。ね、合ってないですね、それは。あれ、まあ、うん、イメージは合ってるんだけど、はい、ちょっとドンピシャではないですね。あ、どんなんでしたっけ。じゃあ簡単に復習しておきましょうか、今回の根幹に関わる内容なんで。計算回数、そう、計算回数が何に比例しているか、 n に比例しているのか、うんうんうん、n2 乗に比例しているのか、はいはい、みたいなやつです、ね、はいはいはい、思い出しました。オーダー n、 あので、 o かっこ n って書くやつ、はい、オーダー n とかオーダー n2 乗とか言ったりしますけど、うん、それどれなのかっていうやつですね。つまりオーダー n ってのは n 個のものがあるときにそれをこう何か解決で並べ替えるとしたら、うん、n 回の計算が必要だ、そういうことです、っていうことですよね。 n2 乗だと n 個のことをやるために n の2乗の計算回数が必要で、うん、なんかあんまいいアルゴリズムじゃないよねみたいな話をしてたんですよね、うん、そうですそうです、はい、まあ、ちょっと例言っちゃいましょうか、はい、一番わかりやすいので言うと、まあ、探索、うん、探すことかなと思います、うん、例えばさ、辞書の638ページ、うん、開いてくださいって言われた時にどうします、水野さんなら。こう言って、うん、こう言って、こう言って、だいたいこれ1300か1400ページなので、どんぐらい開けるか、真ん中行きますね、うん、バン、これ今計算回数1みたいなイメージですかね、うんうん、そうそうそう、今僕が開いたのは1094ページ、やめてしまえば、うん、見当違いですね、全然違うやないか、大外ししましたね、うん、まあまあ外すことあるから、そうですね、で、まあ、だんだんこうね近づいていくみたいな、うん、今2回目で681を開きました。おお、すごい、結構近づきました、ね、694って言ったっけ俺、忘れた、うん、じゃあもう次ぐらいには開ける、開ける、691だから、まあこう2ページ、うん、だいぶ近く、計算5回で今開いた、ね、5回ぐらいで開けましたね、はい、694ページ、上から始まって、どうでもいい、どうでもいい、運俺今適当な数字言ったからそれどうでもいいです。あ、そうですか、辞書の694ページの内容知りたかったわけじゃないんですよ。あ、そうですか、失礼しました。そう、でもこうやって開くじゃん、はい、つまり1ページ目から一生懸命探さないよね、それを。うん、バカですね。バカですよね、はい、ちょっと言葉強いな。バカですよね。はい、ちょっと知恵ある人なら、はい、まあ、真ん中ぐらい開いてみるかみたいな、ね、さっき僕のアプローチですね、はい、うん、で真ん中ぐらい開いてみて、あ、もうちょい手前だなみたいな感じで繰り返していくとさ、これまあ半分半分にしていくとさ、はい、どんどん半分ずつになっていって効率よく開けそうだよね。そうですね、はい、でこれオーダー計算量で言うとどうなるか、数学的に水野さんは分かります？うん、ログ n、 あれ、うん、そう、うん、定はログ、ちょっと待ってね、ログ2定の n、 そう、ログ2定の n ですよね、はい、2を何回繰り返した n になりますかっていうのがログ2の n ですけど、はい、まあ、今回半分半分半分にしていった時、最終的に1にたどり着くのはいつですかっていう話になるので、うん、このログ2の n が答えになるわけですよね、うん、はい、一方最初から1ページずつ全部めくっていくぞっていうやつは何ページぐらいめくらないといけないですか。694を開くために、開くためにですか。694回開かないといけないですよね、はい、だから、まあ、まあちょっと正確性を犠牲にして言うと、まあ、N オーダー N ぐらいになりますよね、はい、そうですね。じゃあ2000ページある辞書だとしたら、もしかしたら2000そう2000開かないといけないかもしれない、必要があるってことですもんね、ということですね、はい、だから何が言いたいかっていうと、いいアルゴリズムと悪いアルゴリズムが世の中にはあります、はい、計算量が多くなっちゃうやつと少なくなるやつがあって、少なくしたいよねっていう話ですね、うんうん、はい、で半分ずつ開いていくとログ n になるんで、これはオーダーを改善したと言えますね、はい、で復習これで終わりで、ちょっとあんま分かんなかったよっていう人がいる、コンピューター科学ラジオの1回から3回でこの話じっくりしてますんで、うん、ぜひそちらをご覧いただければ、これ聞けば多分分かると思います。でね、量子コンピューター何がすごいか、うん、早いは本質じゃないんですよ、うん、本質はこのオーダーを改善しうることなんですよ、うん、改善、うん、オーダーを改善、改善どういうことですか。でさっきのやつで言うとさ、オーダー n だと遅かったじゃん、うん、いっぱいあったじゃん計算回数が、うん、ログ2の n だったら少なくたどり着けたよね、うん、半分半分にしたから、うん、これ改善してるって言えないですか。はい、ああ、よくしてるよね。の思ってるのは、そのオーダーっていうか、うん、アルゴリズム考えるのは人の仕事だって、量子コンピューターの仕事じゃなくないっていう、うん、ああ違う違う、ああそうそうか、そうなるのか、うん、量子コンピューターを使えば今までとは違うページのめくり方ができるっていうことです。気持ち悪い、気持ち悪い、量子コンピューター気持ち悪い。確かに、確かに、なんだその例え。レオさんそんなことしてんの。そう、レオさんは研究室で何をやってるかっていうと、新しいページのめくり方を考えている。窓サイディスじゃん。
気持ち悪い。だから一回なんか薬品とかにつけてぐっちょぐちょになった事象バーンって開くみたいな、今までとは全く違うページの開き方を研究してます。事象のめくり方の研究者ってことですね。つまり語弊がありすぎ、そういうことですよね。語弊がありすぎますよね。だからなんか適当にカットして入ってきた部分差し込んでおきましょう。ダメダメダメ、ここ、ね、ダメダメ、はい。今の話で言うとさ、うん、今まで考えたアルゴリズム全部無駄になんない？あ、まあ、無駄になるはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、うん、でも確かに可能性はあるかもしれないですね。だから計算、その量子コンピューターが扱えるそのページのめくり方とか探索の仕方が大きく変わるのだとしたら、うんうん、量子コンピューターに合わせてアルゴリズムをまたいっぱい開発する必要があるということで、すごい鋭い、さすが勘がいい。さすがだな。さっきまでスピン何それフィギュアスケートとか言ってた人と全然別人のような勘の良さ。その通りです。量子コンピューターにだけ使える効率のいいアルゴリズム。そうですね。だからレオさんが開発した変態辞書めくりモンスターはそいつ向きのアルゴリズムがあるわけですもんね。間違った理解だな。まあでもそう、変態辞書めくりモンスターは変態辞書めくりモンスターにしか使えない方法があるから。そうですよね。彼なりのめくり方があるから、まあちょっとごちゃごちゃしたこと言うと、変態辞書めくりモンスターは旧来の辞書めくりも使えるんですよ。だから変態辞書めくりモンスター上位互換なんで、うん、変態辞書めくりモンスターにしかできないアルゴリズムもあるし、旧来のやつもできるんですよ。だからレオさんは普段のアルゴリズムみたいなのと変態辞書めくりモンスターによる変態辞書めくりのどっちが早いのかっていうのを比較して、まあ、変態めくりのが早いんだったら、うん、変態めくりとしてアルゴリズムを組むみたいなことをやってるってね。量子コンピューターの、まあ、仮に実用化されたとしたら当然そうなります。はいはいはい。量子コンピューターでしかできないやつ、変態辞書めくりモンスターでしかできないやつがあれば、でそっちの方が早いのであればそっちを使うし、旧来の辞書めくりの方が早いというか、旧来の辞書めくり以上のいい方法が見つかってないのであればそっちを使いますよね。変態辞書めくりモンスターって何そんなキーワードないのよ。これがそうか、これが現代の科学者が魅了されてる変態辞書めくり。そういうこと、量子、あ、量子コンピューター何がすごいのって言ったら変態辞書めくりモンスターって言えばいいってことか。あのね、そういうことです。あ、よかった。合ってます。覚えやすいな、だいぶ。だいぶ身近な話だったわ。俺、台本に一切書いてきてないパワーワード生まれちゃったの、なんか不本意だな。思ってたのと違うな。まあ、とにかくね。はい。話戻すと、はい、いいですか。量子コンピューター本質は速いのがすごいんじゃなくて、うん、はい、計算量を減らしうる、うんうんうん、オーダーを改善しうるっていうのがすごいよと、はい、だからこれだけ覚えといていただければっていう感じですね。今僕が分かんないのは、うん、さっきその変態辞書めくりとか言ったけど、うん、じゃなくて量子コンピューターがじゃあどういう計算をできるのかっていうのが今分かってるってことですよね。うん、そうですね、はいはい。それに関してはね、シリーズ通して聞いてもね、結局あんまりよく分かんないんですけど、まあちょっと我慢してもらえれば、はいはい、それはだから分かってないんじゃなくて理解させるのがめっちゃむずいってことですね。そうです、多分、はいはい、そうです。そこはもちろんちゃんと科学者がはっきりさせていて、そうそれを俺みたいなやつに理解させるのが大変だってことですね。そういうことです。具体的にどれぐらい大変かと言いますと、僕このリサーチするために一般書を2冊読んだんですよ、はい、量子コンピューターで一般書を2冊読んで、その後レオさんに勧めてもらった大学の教科書に使われているような専門書を読んだんですよね、はい、うん、で専門書を読んで全然わからんなってなって、うん、一般書は分かった、一般書は分かった、はい、で専門書読んで全然わからない、で一般書レベルと書いてないんですよ、そもそも、うん、具体的に何をやってるのかってことは書いてない。うん、で専門書レベルの話は全然分かんなかったんで、うん、レオさんにですね通算6時間ぐらいレクチャーしてもらいまして、へえ、授業じゃん。これ分かんないんですけどこういうことですかって言ったら、それはこういうことでっていうラリーを6時間ぐらい続けた結果、はいはい、よく分かんなかったです。え、すげえ難しいのなんとなく分かったかなみたいな雰囲気にしかならないなということでですね、まあ、生成文法の時もそうだったな。そうなんです。ニル言語学ラジオでやった時も島村先生に教えてもらったけど難しかったもんあれので、大胆にその中身について喋るのは割と諦めて、はいはい、まあ、どちらかというとこういうことをしてますっていう概論にしたいなと思ってます、うん、だからその変態による辞書のめくり方の話にはならないってことですね。あ、そう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 、はい、変態辞書めくりモンスターであるということだけ覚えておけばよくて、うん、変態辞書めくりモンスターの変態辞書めくりについては踏み込まなくてよいという認識です、はいはいはい、わかりました。これでね、うん、エアプ1をようやく本当にクリアしました、はい、エアプ1っていうのは量子コンピューターはとにかく速いのが偉いらしいっていう話は解消しました、うん、解像度が上がったね、うんうん、速いのが本質なんじゃないんだと、わかったわかった、なるほど。
だから計算方法をガラッと変えるので早くなりうる可能性があるってことね。そういうことです、はい、計算の回数で辞書のめくり方みたいなものが根本的に変わるからすごく早くなるかもしれない、うん、なるほどね、っていう感じですね、はい、そっちが本質なんで、早い早い言ってるやつはいや普通のコンピューターも別に早くなってるけどね年々っていう風に押さえつけることができます。そうかそうか、あーはいはい、計算方法が全然違うのだから早くなる可能性、あんなに保険をかけたというか、そういうことです、あの特定の問題において、うん、なんだっけ早く、うん、早そうであると思われているですね思われてるは何じゃんっていうある問題に、ある種の問題に対しては早そうであると思われている。なるほど、とりあえずじゃあ早そうは解消したかなっていう感じですかね、はい、ここ大事な点なんで強調しておきますと、うん、計算の回数っていうのは純粋に数学的な話なんですよ、うん、はい、うん、物理的な話じゃないんですよ。あ、何言ってるか分かんないですね全然。つまりね、コンピューター、いわゆる普通の古典コンピューターが年々速くなっていますっていう話って、うん、物理的な話でしょ。実装の話、つまり技術を一生懸命頑張った結果性能が上がって速くなってるんだよね、はい、計算の回数が少なくなってるわけじゃないよね。あー、なるほどね、うん、1回の計算あたりの速度が速くなってるだけだよね、うんうん、はい、だから100回掛け算をするみたいなやつ自体は、うん、変わってないんだけど、ね、それはすっげえ早く計算する小学生が大量に詰め込んだコンピューターみたいなのができてるってことですよね。そうですね、小学生詰め込まれ度が変わってるあの計算するやつの詰め込み度が変わっているみたいな感じなんですけど、大量に実はコンピューターにはイルミナティによって違う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 、陰謀論じゃない、埋め込まれてるんですか、違う違う、陰謀によって作られてない CPU は。あ、違うんですか。違います違います、はいはいはい、なんだけどだからそれって物理的な話じゃん、物、うん、がどうなってるかっていう話に過ぎない、うん、で一方量子コンピューターの今の話って計算の回数がそもそも変わるっていう数学的な話なんですよ。なるほど、うんうんうん、だからこれは実際に作ったらどうなるかというか、実際に作った時の速さっていう話とは全然別次元の話で、うん、数学的に改善しうるのが量子コンピューター。はいはいはい、ね、だからあの先ほど登場した変態辞書めくりモンスターにもう一回登場してもらうと、うん、従来ってのは1ページずつめくってたんだけど、うん、変態辞書めくりモンスターは辞書を一回バラバラに解体した後、うん、同時に3ページ見るみたいなことが、そうみたいな、みたいなイメージですよね。そういうことそもそも全然違う数学的な改善ができている、うん、まあ、だから今の辞書の話にしちゃうとなんか物が関係あるのかなってちょっと誤解を与えるかなと思って、はいはいはい、補足してます、うん、普通のコンピューターが速くなるって言った時はこれ物理的に、うん、技術的に速くなってるだけ、うんうんうん、一方普通のコンピューターから量子コンピューターになった時にこんだけ速いっていう時は数学的に改善されている、うん、まあ可能性が高いまあでは数学的に改善されうるということですね、うん、変わってないですね。変わってないです何を何を言い直したんですか何がしたくて今言い直したのか教えてもらっていいですか。いや、うるの方が文字数少ないからバレにくいかな、いや歯切れ悪いのがバレにくいかな、今敏感に捉えましたまあ、とにかくそういうことですよ。改善の性質がそもそも全く違うからセンセーショナルなんですよってことを覚えておいてほしい。なるほどね、まあ、それは確かに根本が違ってくるわけですね。そういうことです。なんか従来のコンピューターの延長線上にない可能性があるってことですよね。そういうこと、はい、全然違うものだっていうイメージですね。すごいね、うん、今冷静に普通に聞いてたけどすごいね。そう、これすごいでしょ。数学的な改善ができるってとんでもないことだからね。だってコンピューターの構想は1900年代初頭とかそれぐらいできちゃう。まあありましたね。なんかそれぐらいの時に、うん、なんかその半導体使おうて、うん、なんかあ違う違う、それとは別でまあなんか理論を考えた人がいて、うん、さっと技術的に半導体とかを使えばこれいけるんじゃねってなって今になってるんだけど、 そうですね、そのアプローチじゃないってことでしょ。うん、ああそう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 、あーうん、あまあでもそう、そう、そのアプローチじゃないと、うん、言っていいでしょう。ないうる言ってないうるっていう日本語はないないうるっていう、あでもそうよ、まさにその、まあ、ノイマンっていう人がね、はい、あの電子コンピューターの父ですけど、はい、まあ、このノイマンとかが思っていたことっていうか、もう、まあ、もっと前からそのブール代数っていう論理形態があったり、まあ、それを受けたシャノンとかいたりとかっていう人たちが構想してきたものって基本的には全部0と1のものなんですけど、うん、量子コンピューターはそうじゃないので、はい、0と1ではないんですよこれが。あ、え、0と1の重ね合わせみたいなやつなって。いや、そう、そうなんですけど、まあ、重ね合わせっていう言葉を雑に使うと切れるんで、ちょっとねそれはあの重ね合わせ、まあそうなんですけどそうじゃないみたいなこれ覚えてもらえますか。そうなんだけどそうじゃないね、水野さんが言ってる重ね合わせのイメージは間違えてるから、そう、重ね合わせっていう言葉を暗に言って、うん、そうだよとは言いづらいんですけど、まあ重ね合わせといえば重ね合わせなんですよねを使ってるっていう状態ではあるので今日何の話
歯切れが非常に悪いんで、うん、ちょっと置いといて、まあ、おっしゃる通り、おっしゃる通りです。あの水野さんの理解で合ってて、昔からその1900年代前半みたいな、うん、チューリングとかノイマンとかの時代から始まる、第二次世界大戦前からぶち上げられてきた構想と全然違うものになるのが量子コンピューター、うん、そしてだからそうすることによって数学的な改善がそもそもできる、はい、ということですね。なるほど、はい、ちなみに、量子コンピューターのアイデアが出たのが、まあ、大体1980年代くらいと言われているので、あ、そんな頃にも出てんだ、はい、そうですそうです、まあ、量子力学自体は結構、1900、まあ、初頭の、まあ、アインシュタインの奇跡の年から始まって、1905年くらいから始まって、ボーアさんとか関係ある、あ、そうです、ボーアもだから量子力学の父、はい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 、だからそのあたりの人たちがあって、はい、それを受けて80年代には構想がもう出てたんだ。そうですそうです、へえ、うん、俺の生まれる前ですからね。そうですよ、すごいですね、年上ですよ、ね、年上ですね、パイセン、パイセンです、パイセン、そうですね、変態辞書めくり、めくりモンスターパイセン確かに敬語でいきますもう敬語で言ってください、もうダメですよでね、これでやっとエアプ1がもう完全に打倒できました、はい、量子コンピューター早いのがすごいらしい、打倒したんですけど、うんうん、これを打倒することによって次に出てくる誤解があるんですよ、うんうん、これだから一個上級者になった瞬間に陥る罠ですね、はい、うん、これがサイモン・シンも陥っていた罠です、前回言いましたけど、うんうんうん、これね、コンピューターサイエンスやってたやつとかがハマりがちな罠なんですよ、うん、はい、それはエアプ2、量子コンピューターのアルゴリズムは全部オーダー1です。あーはー、え、うん、オーダー1って計算回数1回ってこと？オーダー1っていうのは定数回ってことで、うん、まあ、10回でも100回でもいいんですけど、うん、要するに問題与えられる際、そう、 N に依存しないっていうことがポイントで、はいはい、辞書のページがどんだけ増えようとも1回とか5回とかで開ける、うん、はあ、なるほどなるほど、っていうことだね、おがよくある誤解なんですね、これがね、よくある誤解、はい、っていうかサイモン・シンの本にそう書いてあったんですよ、暗号解読下巻にそう書いてあったんで、はい、僕も結構素朴に信じ込んでいたし、コンピューターサイエンスやってるやつ別に量子コンピューターに興味あるとは限らないので、深く掘ってないやつは結構すぐこの誤解しがちなんですよ、うんうんうん、はい、量子力学何もわからんパーソンの持っているイメージ、はい、さあ水野さんもう一回言って、量子力学何も分かってないやつなりに量子力学について知ってること、重ね合わせ、そういうことです、そういうことです、それそれそれ、満足も、それそれ、待ってた、それを、粒子と波の重ね合わせここポイント、テスト出るよ、あの今レオさんが頭を抱えてました浅い理解でその話しないでほしいな、観測者効果、うん、こういうことです、はい、浅い理解でその話しないでほしいなっていうね、はい、顔が真っ赤になったね、ちょっともう血が昇ってきちゃった、うっ血してしまうからその脳出血してしまう、でもね、あの恥ずかしながら僕も一緒なんですよ、うんうん、僕も全く同じこと思ってました、コンピューターサイエンスやってる時の学生時代、はい、でなんか量子コンピューターっていうものが与えられた時にもうイメージしやすいんですよね、うん、僕はコンピューターの中身01だなっていうイメージがあるんで、うん、でこの01をどうもその重ね合わせ、2つの状態がまあ同時に取っているみたいな、うん、この量子ミクロの世界の特徴に対応させてるらしいっていう話を聞いたんですよね、うんうん、あ、じゃあ僕の量子暗号に対する理解にかなり近い、かなり一緒だと思います、はい、でそうなるとどういう理解が生まれるかっていうと、あ、0でもあり1でもある状態なんだと、うん、ああそうそうそう、そういうこと、そういうこと、全てのビットがすっごい聞きなじみあるよなんか、うん、0でもあり1でもある状態なんだと、ということはさ、これ何が起こるかってすごくてさ、0でもあり1でもあるがさ7個とか並んでるわけじゃん、はいはい、で従来のコンピューターってさっきの探索の話もそうですけど、まあ、一個一個試すみたいな作業がいっぱいあったわけだよね、うん、だからまあ00000を試した後に00001を試して、はい、その後00010を試してみたいな感じでいっぱい試さなきゃいけないみたいなタスクがあったわけですよ今までのコンピューターそれ一生懸命やってたわけだけど、一個一個、うん、なんか0でもあり1でもあるらしいぞっていう噂を聞くとさ、はい、0でもあり1でもある、0でもあり1でもある、0でもあり1でもあるって全部並んでるわけでしょ、やばい、ってことは1回でいけるじゃん、うん、1回でなんかドンピシャいけそうじゃない、そうですね、だからじゃあ3個並んでいたとして、それが仮に、うん、そうすると、010101それぞれこうあるわけだから、うん、8通り、うん、2の3乗で8通りのものまでだったら一瞬にして計算で出せるみたいなイメージですよね、そうそうそう、3個あったら8通りのものがもう全部重ね合わせの状態なんだからそいつが100個とかね200個とかもっと並んでたらとんでもない計算量が一発でこう、あ、これもさ、 その理解合ってます、合ってないです、合ってなかったっていう話を今してるのよあ、そうなの、そう、でも素朴な考えするとそうなっちゃうんですよ、そうですね、っていうか、そうですね、そう、コンピュータサイエンスやってるやつもそう思ってる気がする、僕はそう思ってた、はい、うん、のでなんかだから
一個一個確かめるみたいな作業が全部いらなくて、この条件に適合するものはポーンこれですってやったらもう一発で全部出てくる。なんかさ、しかもさ、聞いたことあるじゃん、観測した瞬間に状態が定まるらしい。そうなんだよ、聞いたことあるじゃんこれ、ね、これ ね、 ね、漁師の話でこれよく聞くでしょ、なんか観測したら定まる、波か粒子かどっちかになるみたいな話あるじゃん、だからもうそれも相まって、なんか今まで一個一個確かめてたやつを全部重ね合わせの状態で置いといて、答えこれに適合するものどれだポーンって観測したらもう答え全部出てるみたいな、00101101みたいな正解がパッて出てるっていうイメージだったんですよ。奇跡の技術奇跡の技術でしょ。でこれって何が起こるかっていうと、オーダー1だとか勘違いしちゃうんですよね。はいはい、そうかそうか、だから1回で全部終わりでしょ、欲しい辞書のページみたいなのを与えたら、そうそうそう、観測するだけですもんね。そう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 、すごい、観測したらもうその瞬間に答え出ます、超早いじゃんっていう話だと思ってたんで、僕はそうみんなに言ってたし、なんなら編集スタッフにも昭和のアルゴリズムとかオーダー1なわけでしょとか言ってたんですよ。はいはいはい全然違いました根本的に理解を間違ってましたやめてもらえいやー、いきり散らかしたねこれ、これ恥ずかしいね。いや恥ずかしいですねそれはね大丈夫ですよ、僕もあの生成文法に関していっぱい間違ったこと言いましたからね。いっぱい間違ったこと言ってましたよね。そうなんですよ ね、そこから人は立ち直っていくもんですから、勉強しましょう、いっぱいね。そうなんですよ、サイモンシーン暗号解読下巻 Kindle 1 2758から2762、引用しますね、うん、はい、サイモンシーンも間違ってたんですけど、はい、7個の粒子は128、2の7乗ですね、はい、128の異なる状態、つまり128の異なる数を同時に表すことになるのである。やった、オペレーターは1回分の手間で128回分の計算結果を手に入れるのである。つまり書いてありましたね、オーダーが1ですねオーダー1、はい、オーダー1ですね、計算クソ早いこれ、りょうさん理解合ってます、オーダー1ですか。あの途方もなく間違ってます途方もなく間違ってるらしいですよ、これが、これが間違ってるらしいんだ。いやだからやっちゃいましたよね、サイモンシーンも間違ったし、それ読んだ僕も完全に間違えて、ね、理解しちゃいました。だから堀本さんが今しれっと引用して本当に伝えたかったメッセージの主犯はサイモンシーンである、私は本当は悪くはないってことを言いたいってことです。編集スタッフへの言い訳です、これは。そういうことですよね、俺間違ったわけじゃないからっていうね、はい、すごいですね、サイモンシーンを読んで育ったと豪語していた堀本さんがまさかのなすりつけ、うん、そうサイモンシーンのせいだからこれがトカゲの尻尾切りです。ですね、僕も堀本さんからその話を聞いた時にまさかと思って、でも引用してきた堀本さんの文見て、これはかみたいなこれはやっちゃってるみたいな、ね、僕もサイモンシーンそんなことすると思ってなかったんで、うんうんうん、僕もいろんな、ね、サイモンシーンの方読んで育ってる、好きですよね、そう大好き、そう理系のやつみんな好きなんで、我々の世代、そうそうそう、暗号解読は読んだことなかった、あそれは読んだことなかったです、うん、フェルマーの最終定理とかは読んでて、うん、面白いなと思ったんですけど、うん、まさかそんなことがそんなことをサイモンシーンがしてしまったなんて絶対信頼を受けると思ってたあの人に裏切られたみたいな、その幼馴染に企業資金全部持ち逃げされたみたいな感じですよ共同創業者にサイモンシーンがちょっと間違ってただけで、そうサイモンシーン間違ってるってショックでかいですよねだいぶそうかな、共有できないけどねあんまりより正しい説明をするとね、うん、今のオーダーに関する話ですね。あそうですそうです、はい、オーダーに関する話っていうか、今のサイモンシーン128回分の計算結果を一発で手に入れられるって言ったんですけど、はい、まあ、ちょっと言い過ぎ、うん、でより正しい話をすると、はい、量子ビットは重ね合わせで128通りの状態を同時に表しているっていうわけでは別になくて、はい、これね量子って0が出る確率と1が出る確率を持っているんですよ。観測した時、あ、やばい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 、すごい渋いかもしれない、やばいやばい、ダメかこれ、ダメかこれはいはいはい、大丈夫です大丈夫です、どうぞ。確率を持っていて、はい、世の中のものってさ、まあ、基本的には0か1かどっちかなわけですよ、はい、でも量子は確率を持っていて、うん、0が出る確率3分の2、1が出る確率3分の1みたいな状態にあるんですよね、はい、でもこれはあのちょっと量子力学の本読んだ時に出てきたから、うん、僕は分かりますよ、うんうん、確率的に散らばるみたいな話出てきたから、あの二重スリット試験の時とかにね、うんうんあうんうん、まあなんかそれとはまたちょっと違う話な気がする、ね、まあ、関係あるっちゃありますけど、あ関係あるっちゃあ、まあ、まあでも、うん、うんは、まあ、うんって感じですね、うん、まあなんで、うん、まあそれに水野さんいいですか、専門家監修してくれた人からの意見です、うんまあまあまあ、まあやべえな俺も俺もやばいなこれも怖いな感じ悪いな、なんでなんだろうな、いいですか、なんで水野さん今の話に関しては解決しました、うんまあまあまあちょっとそれは置いといてもらって、はい、まあでも0である確率と1である確率が同時に存在するっていうことまでは、そう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 、普通の人は直感的には理解できないんだけれども、どうやら本当に頭の人たちがそう言ってるらしいってことまで知ってるので、納得しましょう、ここは皆さん、まあ、なんでそうですね、3分の2で0が出て3分の1で1が出ますとか、まあ、2分の1で0が出て2分の1がで1が出ますとか、いろんな状態があるんですよね、はい、ちょっとこれリスナーの皆さんね、よくわかんないと思うんですけど頑張ってついていきます、そういうもんらしいんですよそういうもんらしいっす、はい、
でだから今までのコンピューターってさ全部さ0と1の2個の状態しか扱えなかったわけですよ、うん、でも量子コンピューターは確率が扱えるんですよね。はいはい。だから0か1かじゃなくて、0が3分の2で1が3分の1みたいな状態が扱える。うんうんうん、すごいよね。だからせっかくデジタルにしたコンピューターがちょっとアナログみたいになってるんだよね。はい。デジタルってのは0か1か、うん、離散的っていうことで、アナログってのは連続的ってことですね、うん、0と1の間に無限のグラデーションがあるよってやつなの でさっきまでのコンピューターってのは0、1だったからデジタルだけど、うん、量子コンピューター確率的だからこう連続的な量になるわけですね。一個一個に入ってるビットの情報量が増える、はい、あ情報量が増えるって言うと違うんですけど、まあちょっとそれはあれそうなんですよ。そこもあるしかもただのアナログコンピューターともまた違うので本質的にそれはちょっとあのアナログコンピューターでまた別にあってではなくて、うん、量子コンピューターっていうのまたこうちょっと、うん、はい、2人でやるかもう6時間打ち合わせしたんでそこもあれですけど、そうなんですよ。なんでまあちょっと、まあ、すごいぼやかさせてもらって、うん、まあ、とにかくなんか中間の状態があるっていうのが大事なんですよ。はい、0か1かじゃなくてその中間いろんな確率がありますよ、うん、っていうことをまず認識してほしい。でもそれおもろいっすね。ね、確率にえそのさ、量子の確率って人がいじれるもんなんですか？うん、おお素晴らしい。あのね、5分の1と5分の2みたいなやらしてもらえるもんなんですか？いいこと言った。その通りなんですよ。えできんの？これをうまいこと操作するっていうのが量子コンピューターのやってること骨子なんですよ。え量子それできんの？そうです。漁師さんに、そう、漁師さんに、すいませんちょっと5分の1と5分の4の方で今日お願いしますって言って、うん、次の人に91分の92とみたいな、うん、そういうなんか変な確率とかまで対応していただける感じなんですか？まあまあそういう感じですね。へえ。この確率を上げましょうみたいな操作がいっぱいあって、できんの？それを繰り返していくことによって答えに近づいていくっていうのが量子コンピューターです。はー、なるほど。へえ、な、はいはいはい。だからね、これ非常にいわゆる、まあ僕古典コンピューターを大学で勉強してたんですけど、うん、その人にとっては全然ピンとこない操作を繰り返すんですよ、うんうん、何をするかっていうと、古典コンピューターの操作ってね、0、1を足すとか、はい、引くとかそういう計算のみなんで、うん、明確なやつしかないんですけど、はい、量子コンピューターの操作は何かっていうと、これの確率をちょっと上げるっていう操作、はいはいはい、みたいなのを繰り返すんですよね、うん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 、で十分な数繰り返していくとなんか正解にかなり近づいているはず、はいはいはい、ここらで一丁観測したろやないかい、みたいなのが量子コンピューターです。そうなんですか？そうです。割と僕頑張ってる方じゃないですか？まあ、そう、結構そういう感じです。そんな外してないっていう。そんなに外してないです。そんな感じです。壊れたオルゴールみたいな感じですか？大丈夫ですか？量子さん知らないですか？まあちょっと今からね細かいこと説明しだすと、ちょっと尺をね大幅に間違えてしまうので。そうなんですよね。でもその話結構面白くってさ、うん、それはアルゴリズム、今のその確率をこういじって一丁観測するかっていうのは、これアルゴリズムを作るっていうことですか？そういう、っていうよりはその確率をこういう風な操作をすると正解の確率に近づけますよね、正解に近づけますよねっていうこと、うん、この操作っていうのがアルゴリズムですね。うんうんうん、この操作をこれぐらい繰り返すと十分正解に近い確率になるので、うんうん、十分正解に近い状態になるので、そのタイミングで開けてみたらいいんじゃないですか。この一連の流れがアルゴリズムですか、ね、だからバカって開けて、あ違ったって言ってもう一回観測し直すこともある。あできないんですよ、それは。なんだこれ、なんだこれ。ほら、それ水野さんダメよ。それは水野さん、量子力学 A アップ以下よ。 A アップ未満よ。なんで量子力学を A アップしたやつなら絶対知っとかなきゃいけないのは、観測した瞬間に状態が定まるから、それは、うん、もうその二重性は取り戻せないって話ですよ、うん、観測しちゃうともうそれに定まっちゃう。えこれ知らん、うん、もちろん、いやもちろんそれは分かりますよ、うん、そのだから波か粒子か分からないけど観測したら定まる、うん、それはだから量子の、うん、粒子の位置がね、そこで定まるみたいな話は聞いたことありますけど、うん、でもそれがさ、だってうまくいかないかもしれないわけでしょ、そのアルゴリズムというか、それを組んでさ、うん、で観測してみてさ、うん、614ページじゃなかったみたいなこともあり得るわけでしょ、うんうんうん、そしたら どうすんのそれ。だからそうならないようにするのがアルゴリズムで、うん、あつまりこの回数繰り返せば、これ計算できるんで、うん、この回数繰り返せば十分正解が出るよねと、 99.999999% これだと答え出せる、うーんっていうところまで繰り返してバカって観測してへ答えを出すと。やば、何してんだっていう操作なんですよ。だからさ、パラメーターをいじることが仕事になるってこと？その、ああそうそう、確率というパラメーターをいじる操作をいっぱいする。
なんかさっていう感じになります。いや俺これまたあの知らんジャンルの話を自分からさ自らちょっと危険な地帯に飛び込んでいくけど、はいはい、ボケ通りに行きますか、はい、でもなんか AI のさディープラーニングをさ特徴量どこに取るかみたいなのでさ、うん、じゃあ猫を検出しようと思った時に、うん、どこを持って猫とするかみたいなののこう操作をさ、うん、してさ見つけ出すみたいな話なかったっけ。ね違います、ね、よいしょい、特徴量をこっちで教えるっていうことをする。つまりこういう、はい、もう ここに目があってここに口がありますみたいなとこから猫を算出してくださいみたいなのってディープラーニングみたいなやつじゃないんですよ。ディープラーニング以前だ。そうで特徴量勝手に検出したのがディープブルーでしたっけ。ディープブルー、うん、ディープブルーってなんだっけ。 Google のディープマインド、なんだっけ Google のさあれディープブルーってどれだっけ。猫見つけたやつですよね。あそうなんか猫見つけたやつがある。ディープブルーって別のやつだよな。ダメだ覚えてねえや。はぁ、あ、でもねごめん何が言いたかったかっていうと今後はだからその量子コンピューターを使ってアルゴリズムを組むとか何かを問題を解決しようと思った時ってのは、うん、なんかよくわからんパラメータをいっぱいいじるマンが頑張ることになるっていうこと、ね、まあその話とパラレルかどうかわかんないけど確率っていうものを変動させるそれぞれのビットが1である確率0である確率を変動させる操作を繰り返す、うん、っていうのが量子コンピューターに対して与える操作、はあ、なんかでありますね。でも今の話と多分関係ないんじゃないかな。あ、だから AI の話は忘れてもらっていいですか、はいはいはい、なんかでも今までの半導体をいっぱい集積して足し算をしたりして問題を解決するっていう従来のコンピューターの話は僕は堀本さんのことを聞いて直感的な理解をしたんですけど、はいはいうん、量子コンピューターの人はマジで何言ってるか全然分かんないですね、うん、そういうことです。僕も分かんないだからね、そういうことなんだよ。この中身の話し始めるともうコンピューターサイエンス関係ねえから、うん、かなりこうお手上げだなみたいな。関係ねえっていうかもう堀本さんが今まで蓄積した素養が全く使えない領域になるってことでしょ。と関係ないな、恐ろしい世界だな、分からんなってなってしまって、まあ、中身に詳しい中身に立ち入るのは諦めた、はい、し、一般書も全部諦めてました、うん、でも今回2冊ぐらいしかリサーチしてないけど、はい、基本的に僕が見た限りだとなんかこんな感じでことしますって書いてあって諦めてた。レオさんにおすすめしてもらった結構頑張って踏み込んでいるね絵で見てわかる量子コンピューターの仕組みっていう本があったんですけど、絵で見てわかる量子コンピューターの仕組み、うん、簡単な本じゃないですか。それは絵で見てわからない量子コンピューターの仕組みでしたあ、ちょっと頑張ってはいるんですよ、うん、頑張っているんですけどそもそも扱ってる内容が難解すぎてなんかごまかしてるなというかモニョモニョっとしたも思ったなみたいな説明にどうしてもなってしまう。読んでみてもいいですか。ありますここに。いいですよ、読みましょうか。今水野さんの手元に絵で見てわかる量子コンピューターの仕組みありましたけど、うん、これ表紙も見てもかなり想定もライトだし、ね、うん、なんか読みやすそうですけどね。パッと見てわかるやつだと思うじゃないですか、はいはいはい、今僕が言っていたような話、はい、この確率を操作していくのが量子コンピューターの本質的な操作なんですよっていう話が載ってるあたりをちょっと開きましょうか。はい、なんかでもパラパラ見てるけどめっちゃイラストありますけどね。そう、すっげー入れてくれて、めちゃめちゃイラストあるんです、親切ですけどね。でもね今の話のところこれ量子回路ってやつって、そうですね、グローバーのアルゴリズムの解説してるところですね。そこは、はいはいはい、これ英語ですか英語じゃないです、日本語です。日本語です。日本語なんですか。日本語です。この量子回路ではまず H ゲートによって全ての状態の均等な重ね合わせ状態を生成します。そして探索したい全順路をこの重ね合わせ状態の各状態に割り当てます。つまり000.00状態、111.1状態の一つ一つがそれぞれが異なる順路に対応しており、このうち条件を満たす全ての都市を通る兵路がどれかを探索したいという問題設定します。つまりにしてくれよ詰まってないやん。問題設定にしますっていうね、詰まってくれたわけですね。あーでもね、いやイメージですよ、うん、多分ね分かりやすく書いてる気がする。そうこのあのね、めちゃくちゃ分かりやすく書いてくれている、うん、なんかちゃんとしたやつ、教科書とかに使われるやつ。あ、やばそう。ありますけど、量子コンピューターと量子通信1、量子力学とコンピューター科学、これとかに比べるとね、うん、もうすごく平易に書いてくれている。え、うん、なんかイラストもいいし、あとやっぱ文章がさ、うん、分かりやすく書こうっていうサービス精神をちょっと感じますけどね、この本からは。そうですよね、うん、あのちなみに大学の教科書だとこうなります、うん、あ、いいですか。あら数式の嵐になります、ね、あでもねこれ面白いですよ、うん、これは注目すべき状態であるびっくりこの本テンション高いな、はい、
でもどういう状態が注目すべきなんですか。ですね、ルート2分の絶対値0カンマ F0 のカッコのカッコ閉じのプラス絶対値の 1.1。 多分水野さんブラケット記法読めてないよね、そもそも、ね、あ、これなんて読むんですか、これ。ブラケット記号じゃないそれ。わかんないですけど。あ、違うわ、絶対値だそれ。うん、多分なんかの計算してんでしょうね。まあ、うん、僕も理解してないから知らんけど。あ、でもその本の中身理解してないけど。でもこの数式のそのね、うん、説明もしてくれていて、うん、はい、異なる項が F0 と F1 の両方に関する情報を含み、うん、あたかも2つの x に対する fx を計算したかのようなのでこの特徴を量子並列性と呼ぶ。この状態が注目すべき状態である。びっくりらしいです。すごい注目すべき状態ですよね。多分誰もが注目すべきだと思う状態。多分明らかですよね、それ。明らかですね、はい。周知の通り、周知の通り注目すべき状態ですね、はい、すごいね、これはもう何言ってるかマジで分かんないですね。まあ、なんでこの得て見て分かる量子コンピューターの仕組みはね、かなり頑張ってくれている、うん、そんな気がする。かなり頑張ってくれてはいるんですけど、これでも結局そうぼやかされてましたね、ずっとね、うんうん、なんかこんな感じですって言って、この先生たちはだから賢明だから避けたんでしょう、ね、そういうことです、うん、そういうことです。だからそれに習って今回踏み込むのはやめようっていう感じですね、はい、はい。今水野さんがパラパラ見てもらったページにも書いてあったグローバーのアルゴリズムってやつがあるんですよ、うん、これまあうまいこと正解の確率を高める、うんうん、正解になっている状態の確率を高めるアルゴリズムなんですけど、うん、はい、これ従来だとオーダー N だった問題をオーダールート N で解けるようになったアルゴリズムなんですね、うん、はいはい、相当ちっちゃくなりましたね。そうですね。で従来の N っていうのはまあなんか要するにそのいっぱい調べてます、 N 個のものを N 回調べてますっていうイメージだったんですけど、うん、これに関してはグローバルのアルゴリズムに関しては1回の操作で正解になる確率がちょっと高まって、うん、2回目でまたさらに高まって、うん、3回目でっていうのをずっと繰り返すわけですね、はい、でルート N 回繰り返せば、まあ、十分正解であろうと、うん、なんかわかんないけど 99.99999% 正解になるでしょうってなりますっていうことなんですよ。あ、だから100個のものを例えば調べるってなったら、うん、10回あればルート100イコール10だから、うん、10回ぐらいでいけるみたいなイメージ、ね、うん、まあ、みたいなイメージです、はい、そうそう。だからそれ従来の100に依存するアルゴリズムに比べるとかなり速くなってる、うん、はい、とか計算量が改善している。従来は100、量子コンピューターなら10ってことですもんね、みたいな感じですね、はい、超速いですね、という感じなのが量子コンピューターです、うん。もう一回言いますね、うん、オーダー1じゃないですだから、うんうんうん、ルート N とかになります、ルート N ですね、はい、N がルート N になる、はい、みたいな感じです。あの必ずじゃないですよこれ、うん、あらゆる問題で N がルート N になってなるって言ってるわけじゃなくて、はい、いろいろなある種の問題、あ、来た来た問題によって違いますから、はい、あの例えば素因数分解するやつ有名なの、多分量子コンピューターにやらせるタスクで一番有名なのは素因数分解する話なんですけど、はい、素因数分解もかなり早い、かなりオーダーが改善できるアルゴリズム、ショアのアルゴリズムっていうのが知られてます、うん、これはこれでまた別の改善になります。なんか素因数分解は暗号かなんかに使われるみたいな話がありますね。そうそうそう、 RSA 暗号っていう今現代で使われてる暗号のそうでかい数字に対して素因数分解をするみたいなやつですよね。そう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 、そうですそうです。これもかなり改善できる、はい、量子コンピューターのこの確率を操りますみたいなことをすればかなり少ない計算量でたどり着けますよ。それだけでも大きな貢献ですよね、きっと。という感じです、はい、だからこれだけでもすごいんだけど地味じゃんこの話。まあね、素因数分解早いよって。いや、素因数分解早いよならまだいいのよ、うん、あのそれはアピールしようがあるわけよ、うん、量子コンピューターが今例えばこの家で実用化されたらお前が打ってるクレジットカードの番号とか全部俺分かるからとか言うとキャッチにできるんですけど、うん、はい、オーダー N がルート N になるからっていう話地味すぎません。僕あの相当な話を聞いたからまあ早くはなったね、まあ、すごいなっていう感じはあるか、うん、まあまあまあ、ただ普通の人に言うのにこれ伝わらないからね、オーダーが改善されますとか、まあ、例えばよく知られているグローバルのアルゴリズムでいうと N からルート N に改善されますとか言っても、うん、はぁみたいな感じじゃないですか、はいはいはい、だからこの説明してる人は非常に少ないので、このエアプ5回2が生まれてしまうわけですね。なるほどね、全部オーダー1になるから偉いんじゃないかってなってしまうんですね、はいはい、なんかあとねやっぱ僕聞いててずっと思ってたのは、うん、なんか量子コンピュータとコンピュータっていう名前が、うん、なんかやっぱいまいち分かりづらくて、はいはい、なんか要はさ今まで僕らがコンピュータって呼んでたものっていうのはさ、うん、半導体コンピュータってことですよ。半導体を使って計算するわけでしょ、うん、量子コンピューターは半導体も使うの、量子で計算するんでしょ、量子コンピューターに半導体を使うケースもあります。し、古典コンピューターが半導体ではなく真空管などで動作する場合もある。ので水野さんのアプローチ、材料の名で呼んだらええやんは禁止です。材料というか計算手法ですよね。 何を使って計算するかっていうのの道具は半導体なわけですよね、おおむね、うん、概してそれが量子になるわけでしょう。
そういう計算の道具が全然違うんですよって言い方されたら俺結構へえそうなんだってなるかもしれないなって思いました、ね、これ次回やろうと思った内容なんですけど、はい、水野さんってミクロの原子とか分子できてますよね。うんうん、もちろん。ってことは水野さんって量子水野ですよね。いや、うん、違いますけど。っていう話になっちゃうから、だから量子コンピューターって量子で計算してるんでしょって言われたら、いやそれ古典コンピューターも量子で計算してるから、あらゆるものは量子が集まってできてるから、うんうん、量子で計算してるんでしょは、でも半導体の特性を生かしてるのと量子の特性を生かしてるわけだから別に俺の主張は間違ってないだろう。いや、まあ広く言えばそうか。広く言えばそうね、リオさん、そうですよね。まあ広く言えばそう。なんかずっとさ、俺のれんに腕押しというかさ、何も響いてないんだけど、すごい堀本さんがさ、先生文法の回って言ってさ、はいはい、島村先生呼んだ時にさ、うん、なるほど、あ、つまりじゃ例えば、僕が太郎 のとかの僕がとかそうですよねってこと、うん、それはそのバウンドモーフィングがあったあった、歯切れ悪いなーってずっと言ってましたけど、全然ね刺さってなかったですけど、こういう気持ちなんですね。そうなんですよ、これね歯切れ悪いんですよ、ね、こんなにさ量子力学みたいなことに関する本ちょっと読んだのにさ、うん、こんなにそのやってる人と会話噛み合わないことあるって思うとさ、うん、レオさんとかがさ、うん、じゃあ飯とか行ってさ、うん、何やってんのって言われて、なんか漁師のこととかやってるって言ったら、うん、私漁師医学ちょっと本読んだよ、面白いよねって言って目をキキと輝かせながらコペンハーゲン解釈の話がされた時っていうのはどういう気持ちになるもんなんですか。うん、それまああれだよね、多世界解釈と混ざっちゃってるのねみたいな気持ちになっちゃいますね。でも心ではそう思ってるけどもニコニコして興味持ってくれてありがとうみたいな感じになるんですか。あ、まあ一応そこはね、やっぱり興味持ってくださるのはありがたいことなので、それとなくこう訂正しながら、うん、まあそうね、そういう考え方もねあるよね、確かにそういう考え方そういう考え方もあるよねって言うらしいです、こういう時は。名前ちょっと違うけどね。レオさんに寄せてるんですけどね、その人は多分、ね、難しいね、なんか永遠のね専門家の孤独なんでしょうね、こういうところはね。難しい、人生の難しさを感じましたね。ね、だからね、うん、これ自戒を込めて言うんですけど、はい、オーダー1になるからねとか、うんうん、一瞬で解くからねとか言ってる人結構いるんですよ、はい、特にコンピューターサイエンスちょっと分かるやつに言いがち、過去の僕がそうだったように、うんまあ、なんでそういう人にはちゃんと言ってあげましょう、うん、もしかしてオーダー1になると思ってる量子コンピューターのアルゴリズムって、うん、バッチリ返しますよね、ショアのアルゴリズムグローバーのアルゴリズムもならないよって言ってあげるといいです。君は変態自称めくりモンスターのめくり方知らないの？これで一発ですもんね。分からないそれは。なんてって言われます。変態自称めくりモンスター何、うんうんうん、って言われます。僕の知り合いの変態自称めくりモンスター開発してるレオさんでした。今度は紹介しようか。レオさんの理解が間違えてる。今度連れてきてくれるって言って、そのモンスターも一緒にって言って言えばもうバッチリですよね。違います、レオさんのことをモンスター呼ばわりしたいでください。レオさんはモンスターだって言ってないですよ。レオさんが開発するのがモンスターだって言ってる。レオさんがモンスターを連れてきちゃう、量子コンピューターを持ってくることをモンスターを連れてくるって形容してるわけですね。あのね、最近本当に一昨日ぐらいのニュースでモンスター、いや個人が買える2ビットの量子コンピューター、はいはいはい、100万ぐらいのやつ発売が2ビット、2ビット2ビットあれ2ビットのやつ、いやそんなもんよ、聞いちゃ今の量子コンピューターそんなもんです、かわいい、そんなもんよ、2ビットのやつが100万ぐらいかな、110万円とかで確か。2ビットってだって売り始めたっていう、さあうちのさ、サーフェス、うん、とかの計算量に全然負けるわけでしょ、うん、ボッコボコにされるよね、うん、当たり前じゃないですか。何言ってんすか。水野さんのサーフェスは多分64ビットですね。俺の方が下手したら量子コンピューターに計算早い説ない、それ大丈夫。うん、当然だし、量子コンピューター現代のやつだとかなり誤りが生じてしまう、技術的にかなり操作に失敗するので、あの2ビットってことは 1+2 がギリギリできるんですよ。え、 1+2 がそうです、めちゃめちゃアホやん。 1+2 がギリギリできる、うんまあ、だから2ビットっていうね、うん、すごくちっちゃい量子コンピューターであれば100万出せば買えるようになるんで、うんうんまあ、水野さんも100万出してもらえれば100万いつでも自分家に変態自称めくりモンスターを持ってこれるんで4ページの自称めくりダメのそう、変態自称めくりモンスターを連れてきたよって言えます。ラーメンさん重視を連れてきたよみたいな感じで変態自称めくりモンスターを連れてきたよって言えるようになるんで、100万円のぜひお買い求めください。100万円のそうです、ね、4ページしかめくれないやつ、ニュース記事のリンクも貼っときますんで、皆さんも言いたい人はぜひお買い求めください。はい、今回見てきた一番大事なこと、うん、量子コンピューターの本質は何だったかというと、計算量のオーダーを改善することでした、はいはい、でこれに関してもう一個言っときたいのは、うん、有効なアルゴリズムも一部の問題でしか見つかってないです、うんうんうん、だからつまり全部の問題に対して改善できるわけではない、はい、例えばなんかじゃあ最短経路探せみたいなやつが不得意だったりするとかってことですね。そうそうそう、何かしらの問題に対してはまだ見つかっていない、はい、量子コンピューターがいい
アルゴリズム、うん、改善できるアルゴリズムがまだ見つかってないので、得意そうな問題と不得意そうな問題がある、うんうん、不得意そうって言っちゃうと言い過ぎか、得意かどうか見つかってないそう、まだアルゴリズムが見つかってない問題がある、それは要は、古典コンピューターの方が今のところ早いとか、古典コンピューターのアプローチで早く解けるってことですよね、まあ、古典コンピューターと一緒のことしかできない、量子コンピューターも古典コンピューターと同じこともできるから、そう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 っていう状態なんです、だから、戻ってスプレマシーでしたっけ、なんていうか、量子スプレマシーが、うん、ないって言えるってことですね、うん、まあ、うん、まあだからアルゴリズムが見つかってないからっていうよりはそれ実現可能なのかみたいな話になるんですけど、まあまあまあちょっと置いといて押し踏み外したあとちょっとところでポロッと痛いしまった、大体合ってるんでもういいでしょ、下手こいた腰前腰を画面外でさいい年こいた30代の大人が2人ともまあまあだから先進みましょう、はい、まあ、なんで最初に僕が言ったこととか初回から僕が振ってたことを思い出してもらっていいですか、あの歯切れ悪いフレーズ、あ、はいはいはい、量子コンピューターは、うん、古典コンピューターに比べて、ある種の問題において速そうと思われている、うん、そうですそうです、はい、ある種の問題においては速そうであると思われている、うん、この3つの要素がもう今出揃いました、ある種の場面というのがだから、量子コンピューターの計算特性に合って適合して、アルゴリズムが見つかっているもの、見つかってるやつってことだね、まあ、具体的にはその素因数分解とかね、はい、あとはまあ水野さんは知らんと思いますけど、フーリエ変換、出たフーリエ変換聞いたことはあるよな、はい、変換するんだろうってことが分かります、まあ、とかっていうのは量子コンピューターで、まあ、よりオーダーが改善できるアルゴリズムがもう見つかっているタスク、うん、はい、ですね、なんである種の問題においてはこれがまず1段目、はい、うん、でこれはだから今それこそその量子力学やられてる方とか量子コンピューターの研究されてる方が頑張ってアルゴリズム考えてるフェーズってことですね、今アルゴリズムどんどん見つけてるフェーズです、はい、頑張れ、で速そうっていう話もあって、うん、はい、あの速そうに関してはちょっと今まで触れ損ねたんですけど、うん、既存のアルゴリズムが最速とは限らないっていう要素があります、あ、それでも永遠に分からん、ね、そうなんですよ、証明されることもある、数学的にこれより速いものはないって証明されることもある、はあ、数学ってすごいね、そうですそうです、うんうん、だから、これ怪しいんですけど、レオさんどうしたっけ、高速フーリエ変換って数学的にもうこれ以上のアルゴリズムはないんでしたっけ、いや僕もちょっとそこ怪しいんで曖昧なんですけど、おそらく確か FFT かなり速いはずなので、うん、高速フーリエ変換の方です、はい、FFT ファストフーリエトランスフォーム、トランスフォーメーションか、トランスフォーメーション、はい、ですけど、まあ、それよりは早い量子アルゴリズムは見つかっているということですね、そう、うんうん、まあ、なんでちょっと曖昧なんですけど、何かしらのある、アルゴリズムみたいなのに関しては数学的にこれが最速、こいつ依存の速さにできんってことが証明されることもありますよね、はいはい、なんで、まあ、だから多分素因数分解の既存のアルゴリズムとかはまだ最速だって示されてないと思うんですよ、うん、だから古典コンピューターのアルゴリズムが速くなる可能性があるので、あ、だから量子コンピューターで 今あるアルゴリズムよりオーダー改善しましたよって言っても、古典コンピューターがさらに抜き返す可能性もあるわけですよ ね、うんうん、だからまあ速そう、うん、あ、じゃあ速そうだ、速そうですよね、だから まずこれが速そう、納得しましたよ、さらにであると思われている、これはなんだ、であると思われているに関しては、まあ、オーダーが改善されたとしますよね、うん、オーダーは改善されたとしても、実際に1回あたりの計算を量子コンピューターが高速でできるかどうかっていうのはまた技術的な話になるから、あ、計算量を減らしたとしてもさ、もうめちゃくちゃ遅いわ1回の操作ってなったらさ、意味ないじゃん、ちょっと大丈夫かそう、だから、オーダー改善したとしても早いとは限らないので、まあ、早そうであると思われているっていうね、3つの壁が今ちゃんと、だから最低限の保険だったのか、これそう、最低限の保険じゃなくて、そう、適当に保険かけてるわけじゃなくて、うん、ちゃんと言ったらこうなる、ある種の問題においては早そうであると思われているっていうことになります、ね、あ、だからこれはちゃんとした素養を持った人が読むと、うん、あ、すごいシャープにまとめたなってなるしそうそうそう、僕みたいな人間からするとそう、なんだこいつなんだこいつとは思わない、なんだこいつって思ってなかった、でもそんな感じだったよね、非常に学者的なものだなと思ってましたけどまあそういうことなんですよ、なんかこういうことなんで、安易に量子コンピューターでも早いからみたいな、16倍早いらしいよとか言ってるやつに関してはどうかな、うん、量子スプレマシー示されてないけどね、ぜひ言ってほしい、わかりました、いやこれは非常に勉強になりますね、そうですね、で、もう今回の内容終わりで次回に続くんですけど、はい、ちょっと一個だけフォローを入れておくと、はい、とはいえすごいよっていう話です、うん、ずっと草してるんですけど、はい、量子コンピューター思ったより大したことないぞって言ってるんですけど、いやすごいからと、うん、オーダーを改善するって水野さんも言ってくれた通りすごい事実です、うん、あとサイモン・シンの確保マジで面白いから、あれマジで面白いから、ね、あれみんなマジで読んでくれ、急にこび始めたぞフェルマーの最終定理マジで面白いから、暗号解読は、暗号解読マジで面白いです、マジで面白い、まあ、ちょっと間違ってますけど、ちょっと間違って下巻も、まあ、ちょっと間違ってますけどマジで面白いですマジで面白いです、はい、あと宇宙創生マジで面白いですし、うん、あの大体医療解剖とか面白い
白いんで、マジで世界一腕利きのね、うん、サイエンスライターなんで、サイモンシン読んでほしいです、ぜひ。急に堀本さんも先ほどの人張りに保険をかけ始めましたね。いやだってさ、僕サイモンシンマジで好きなのよ、うん、僕今面白説明おじさんとして生計を立ててるんだけど、これの原体験サイモンシンだから。おサイモンシン読んで面白い、俺もこういうのやりてえってなった結果今の僕があるから、ちょっと腐して終わりたくなかったんですよね、うん、なるほど。水野さん一言言うの忘れてますよ。何何。いやちょっと気聞かないな。あるでしょこういう時、水野さんが言うべきダジャレ。サイモンシンはたまにサイモンギになることもありますよね。知らんよ。でしょ、これ言ってよ、ちゃんと俺台本に書いてんだから。いやいや、ちゃんと書い言ってよ、これを渾身のダジャレ炸裂するとこでしょ今。ひどいねひどいね。言ってよこれ。まあでもね、やっぱサイモンシンもね、シン罪を犯したわけでもあすから、ね、おーそういうことですよ。もう慌てすぎてテーブルに足ぶつけちゃってるじゃん。なんとかリカバリーしようとして。あの、堀本さん、僕のこと見くびりすぎです。あの、何サイモンギって。いや水野さんダジャレすぐ言うからさ、絶対言うな。ダジャレ言わないですよそんなすぐ。これちなみに公開打ち合わせ6時間やってる中で一番盛り上がった瞬間。サイモンシーンはサイモンギだったんですねってサポーターが言って、うん、あそれ面白いなってみんな疲れてるから大受けしたっていう、うんうん、全く面白くないですね今。あの冷静にやってみてください。何ですかそのしょうもない小学生みたいなダジャレは。まあ、そんなわけでね、ちょっと見積もり間違ったというかね、うん、ダジャレ炸裂しなかったんですけど、はい、次回は量子コンピューター関連のニュースを聞きかじってエアアップしてるやつに使える最強の一言、うん、もうこのライトの話をします、はい、今ので本質は喋り終わりました。サイモンシンもたまに間違ってしまうぐらい、そのちょっと骨太というか誤解されがちなところに切り込んで、うんうん、量子コンピューターの本質的な話、本質的にはこれがすごいんだという話をしたんで、次回はもうちょっとライトの話をしたいなと思っております。はいはいはい、今回もなんかでも僕的にはそこそこかなりライトだったなっていう実感があるので、うん、まだもっとライトになるのはありがたいですね。あよかった。そうですね、あの詰め込みの話、あの詰め込んだ話、いろんな細々した要素を詰め込んでちょっとお話できたらいいなと思っております。はい、量子コンピューター周りで誤解されがちなことまだまだありますよね。量子さん、ありますね。めちゃめちゃほら止めろがない声上ずるぐらいあるんで、うん、ちょっとねその辺の話をちょっと次回はいろいろしていきたいなと思います、はい、なんですね、あの皆さん概要欄にリンク貼ってありますんで、サイモンシンのおすすめ本ぜひ読んでほしい。これマジでおすすめなんで、量子コンピューターの本すすめでこの辺も書いてありますけどね、はい、文献でリンクに入ってますけど、もうねフェルマーの最終定理ぜひ読んでほしいですね。すごいな急に。え、何サイモンシンになんか好かれたいと思ってすんごい。そうですよそうですよ、サイモンシンが見ちゃった時に気分を害されないように日本語の YouTube をサイモンシンがそうそういうことあるでしょ。そいつがサイモンギーとか言ってゲラゲラ笑ってんの自分の名前もじってサイモンシンバカウケポイントですよね。いやいやいや、サイモンシンハハハハハッつって面白いなこのジャパニーズはってサイモンギーって言ってるぜって言ってくれるのをちょっと心待ちにして。無理です、掘り込んであります。無理です、このギャグは。では皆さん今回もですね、あのサイモンシンおすすめポイントとかね、みんな面白かった本の思い出とか書いてくれると、あとそうですね、サイモンシンだよって方もコメントしていただければぜひ、そうですね、はい、サイモンギだよって方もコメントしてもらえればと思います。はい、以上今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。